ばんは。やっほー、ちょっと待ってね。すみません、いつもゲリラで。こんばんは。12月ですね。今月もよろしくお願いします。映画の日っていつ？映画の日っていつ？あ、今日なんだ。今日見に行ってないや。でもね、いつだっけ、 2,3 日ぐらい前にね、スズメの戸締まり見に行きましたよ。今日なんで映画の日なの？12月1日。今ね、ネイル塗ってて。暇だから配信しようと思って始めたはいいものの、二つのことを同時にできるほど器用ではないですね。この写真はね、いつだっけ、でも1週間前とかじゃない？いつだっけ、これし、あ、オンリーボックスの日だ。オンリーボックスの日の夜です。ありがとうございます。12時半ぐらいまでしようかなって気持ち。この日はとても楽しかったよ。バーベキューのね、とこなんですよ。バーベキューをこの4人でしてました。めっちゃ美味しかった、バーベキューも。さっきさ、インスタのストーリーで答えた焼きマシュマロもね、ここで食べたやつ。なんか焚き火みたいなとこもあって、そこでマシュマロ焼いて食べたの。美味しかったよ、とっても。
楽しかったね。まことありがとう、ハート。ゴリニャンもありがとう、ありがとう。牛すきもありがとうね。チョメキンさんもありがとう。ラビノンさんもありがとうございます。ケイマンさんもありがとう。今日から寒くなるの？寒いよね、アイリー。寒すぎて今暖房つけたもん、耐えられなくて。寒いね、マジで。てかさ、ショールームがクリスマス仕様になっててめっちゃ可愛くない？最高だね。ちょっと12月は時間あるとき、いっぱいショールームやりたいなって思ってるんだ。よし、爪濡れた。オッケー。もう12月なの、やばいよね。普通にやばいよね。もう終わるよ、2022年。やばいね。寒がり、なんか冷え性なのかな。すごい冷えたら足がめっちゃ痛くなるんだよね。キンキンになる。みんなか、それは。あ、そうだよ、今日4時からサッカーだよね。見る。日本対どこだっけ、スペインだっけ。起きてたら見る。てか起きる。仮眠して。愛理ちゃんも見るよ。見るよ見るよ。でもこの前の日本対ドイツ、ドイツだっけ、この前の勝った時は見てなかったの。ドラマ見てて見てなかったんだけど。あとこの前なんかやってるじゃん、日本以外の国も見るのね、やってたら。適当に応援してるんだけど、いつも負ける、応援してる国。この前日本対どこだっけ、日本の試合この前最後だけちょろっと見たけど負けちゃったし。アイリー応援すると負けるっぽい。今日はだからスペイン応援しようかなって思ってる。ここはね、豊洲？豊洲だったかな。めっちゃ綺麗だったよ。これプールなんだけどさ、プールあるじゃん、入る？ってなったけど、普通に入水禁止のプールだった。ただの飾りのプールだったね。普通にね、なんか室内のガラス張りのバーベキューするところ、4人で行きました。豊洲だからさ、すごい夜景が綺麗で、お部屋から東京タワー見えたし、なんかね、着いた瞬間なんか東京タワーのすぐ隣の空に花火が上がってて、今年初花火見れました。たまたまね。そう、バーベキューなの。お酒も飲んでね、楽しかったよ。ここは外なんだけど、ちょっと離れたところにね
お部屋があって楽しかった。みぽちゃんがね誕生日プレゼントくれて、コンバースのめっちゃかっちょいいねスニーカーをくれたんですよ。マジかわいいの、いかついね、めっちゃかっこいいかわいいスニーカーをプレゼントしてくれました。韓国行ってて、みっぽちゃん韓国で買ってくれたやつなの多分。タグがね韓国ハングルでめっちゃかわいかった。もらってから毎日履いてる。お酒飲んだら顔赤くなる、赤くなるのかな、わかんない。お酒飲んだ自分の顔見たことないからわかんないそうなの、結構ね大人満喫してる。なんかマジで、あ大人になったんだなアイリーって思う。楽しい。待ってね、あるかな写真。あ伝わんないな、なこのゴツさ、めっちゃ可愛いの。めっちゃ厚底でね、かわゆい。でもあいりお酒強い派だと思う。全然飲んでも酔えない、酔わない。飲むときは結構飲むかも、わかんないな。可愛くない？めっちゃ可愛いの、めっちゃ厚底なの。ドイツ戦ね見たかった、見ればよかった。一つ言えるのはブレイカーレーク、ブレイカーレーク、ブレイカーレーク、やるしかない。人の言葉どうでもいいから、行きたい方向へ。どの画像にしよっかな。スニーカー全然詳しくないんだけど、これはめっちゃ可愛い。お肉も美味しかったし、マジで楽しかったね。シャンパンも飲んだよ、美味しかった。あとあれですね、東京コミコンありがとうございました。あとオンリーボックスもですね、ありがとうございました。本当にね、あざました。コミコンへ向かう、うん、ヘアメイクをその千葉のとかレンタルスタジオでやってから、タクシーで幕張メッセに向かったんですけど、その幕張に向かう途中のそのタクシーで、あの何かやられてるんですかみたいな聞かれて、タクシーの運転手さんに。でそのタクシー幕張の周辺を運転、幕張の周辺を結構動いてるから、よくその芸能系の方とか乗せることが多いらしいんだけど、あーなんか歌劇団やっててみたいなお話をねしたのね。で夢がたまたまその歌劇団のステッカーを持ってて、タイの時にね、なんか特典会じゃないけど特典会みたいなのがあって、あの
その時に配ってたステッカーをね、たまたま夢が持ってて、そのタクシーのね運転手さんに渡したらね、めちゃめちゃ目立つところにねこうやって貼ってくださってね、嬉しかった。多分このタクシー千葉周辺を、千葉っていうか幕張メッセ周辺を走ってるタクシーなんで、ぜひすぐ貼ってくれたの、夢が渡してからすぐ貼ってくれて、貼っとこう、貼っときますね、頑張ってくださいって言ってくださって、時計の横にすぐ貼ってくださって嬉しかった。このタクシーぜひ遭遇してみてください、見つけてみてください千葉でタクシー乗る際はぜひ時計の横をチラッと見て、歌劇団のステッカー貼ってないかなって見てみてください。YouTube のショート動画にコメントしてた方、何それ、 YouTube のショート動画見てないや、何、誰かコメントしてた。ちょっと下座る、よいしょ。マジで素敵な運転手さんだった。幕張メッセまで送ったとかなんとかコメントしてたよ。そうなの？え、その人かな、え、わかんない、え、ショート動画ちょっと見てみていい？アップされてたの？あれ？あ、携帯あった、何その動画見てない、よいしょ。そうなんです、不純文学少女歌劇団 YouTube 開設されたので、ぜひ、本当だ、え、この人じゃない、今朝幕張メッセ会場まで送らせていただいたドライバーのものです、ありがとうございました、皆さんのこれからの活躍を期待します、頑張ってください。え、きっとこの方じゃない、本当だ、コメントしてくれてる、え、絶対そうだよ、絶対この人、え、絶対この人だ、え、この人だ、え、嬉しい、きっとこの人、絶対絶対この人だ、え、嬉しいね、我がね、ぜひあのご友人家族いろんな人に勧めてくださいって言ってたの、広めてくださったのかな、嬉しいな、なんか検索してくれてるってのが嬉しいね、嬉しいわ、有名にならなきゃですね、頑張ろ、頑張ろって思うよね、なんかこういうことあるとね、嬉しいな、ぜひ探してみてください、このタクシー、え、めちゃめちゃいい方だったんだよね、本当にめちゃめちゃ素敵な方だった、なんかそのコミコン今日ステージ出るんですっていう話をしてて、明日は出ないんですかみたいな、明日だったら仕事休みだから行けたのになみたいな言ってくださって、でも今日お仕事だったから出会えたんですよみたいなお話をした、確かにそうだよね、なんかすごいね、嬉しいね、マジで、なんかさ、ラサイの時はさ、なんかチラシ配りとかそういう、なんかそういう
アナログな方法で自分たちのことを宣伝するっていうのがなかったんですけど、この前タイとかで自分たちの手でチラシを配ったりステッカー配ったりっていうのもやらせていただいて、なんかいいなって思った。こういう売り出し方っていうか、なんていうの、こういう知ってもらい方もいいなって思った。どんな方法であれ歌劇団が一人でも多くの方に広まるのは嬉しいなって、頑張らなきゃなって思ったね。楽しかったです、コミコンは。寒い夜に心温まるエピソードねえ、ほんとだよ。とても楽しかったです。何の画像にしよっかな。雨降らせよ、ドアに咲き誇れ、なんかアリサ最近すっごい思うんだけど、ファムファタールが大好きなの。てかさ、ファンの方にさめっちゃ間違えて、なんかさトーク会でさ何の曲が好きって聞いて、椅子使う曲が好きみたいな言ってて、さ椅子使う曲って結構あるやんか、歌劇団。椅子使う曲が好きって言われたからさ、あ、ファムファタールね、覚えといてみたいな会話をしたんだけどさ、多分その人が言った椅子を使う曲ってファムファタールのことじゃないなって思って、間違った情報を伝えてしまったと思って、ここで誤解を解きたいという、ここで謝罪させていただきたいんですよね。ちょっと今いると思うんで言っときますね。あの曲は多分、あなたの好きな曲は多分ファムファタールじゃないですねっていう、すみませんでしたっていう。アイリマジでファムファタール好きなんだよね、最近ずっと聞いてる。ファムファタール本当に好き。音っていうか、なんかすごい最近めっちゃ好きなんだよね、ファムファタール。私の歌劇団推し曲です。そうそう、大人の期待うつせんだよね。アイリもそれ思った。あ、そっちだろうなって思った。間違えちゃったね。そうそう、リアルインテーションっていうあの曲はね、ファムファタールマジで好きなんだよね、本当に本当に。早くフルで聴いてほしい。いつかフルでできるのかな。ハリウッド俳優さんとか間近で見れ、なんか多分あのすごいね、なんかオーラを感じる方はすごく近くで何名か見たんですけど、あの本当に申し訳ないことに全然名前が分からなくて、誰なんだろうっていう感じで見てたんですけど、でもすごくオーラがありましたね。でもその歌劇団目当てでさ、まあ歌劇団目当てというか歌劇団を見に来てくださったファンの方がコミコン楽しんでて、なんかほっこりしました。あとなんだっけ、なんかの話もしようと思ったんだけど忘れたな。爪を乾かします。
その恋路は全てを惑わして逃げる。でもファムファタールさ、全然あれがないんですよ、歌割りが。歌うパートが全然なくて寂しい。触れ合うことも分かり合うこともせずに、どうして人を愛せましょうか。血塗られた拒絶と非難も愛のスパイス。あ、あとこの前ココロとねご飯を食べに行きましたよ。ココロとプリクラも撮って楽しかった。屋台とかでかいフィギュアとか車とかロボットとかスニーカー見た。いいね、めっちゃ楽しんでるじゃん。過激じゃなければおそらく一生でコミコン行くことなんか多分なかったから、いい機会だったね。なんかなかなかさ行かないよね。そうだよね、過激団目当てでスターウォーズの俳優さん見れてラッキーだったよ。そうだよね、本当にすごい方たちがたくさん来てたんだよね、いらっしゃってたんだよね。そう、心は佐々木心、新大久保にサムギョプサルを食べに行って、プリクラ撮って UFO キャッチャーして、マジで楽しかった。一生話が止まりませんでした。そう、全然気づけなかったんだよね、マジでコミコンファンの人に。マジで気づかなかった。関係者席、関係者席っていうか何、マスコミ席がねすごい広くて、最前がめちゃめちゃ遠くてね、目の悪い私はちょっと無理ゲーでした。そう、心がね、お誕生日おめでとうございますって LINE 送ってくれて、でご飯行こうよってなって、美味しいご飯食べたいです、あとプリクラ撮りたいですみたいな言ってくれたから、じゃあ新大久保行ってサムギョプサル食べてプリクラ撮ろうってなって、ねえ、メディア席ねすごい広かったよね。え、でもさマジでさ、あのオンリーボックスでもめっちゃ話したけどさ、マジでめっちゃ照明綺麗じゃなかった、コミコンの。すっごい綺麗だった。やってる側はさ照明どうなんなってるかさ全然わかんないのね。だから後からさ、あのマネージャーさんが撮ってくれた映像を見たらめっちゃ綺麗で、こんなんだったんだ、すごいってなった。メディア席3、4列だったね。照明たまにこっち見て見開けた。確かにあれ焼けるよね、熱いもんだって。先輩おごってあげたんですか。あ、そうですね、たまには先輩らしいことしてあげたいなと思って、ちょっとだけねちょっとだけねとか言って、仲良しですよ。割とさ、なんかラスアイメンバーと合ってる気がする。この前ホノピーともさ会えるかなってなってたけど、結局会えなかったけど、ホノピーとも会いたいな。あとこの前は普通に用事だけど、用事っていうかあの遊びとかじゃなくて、あの用事で
だけど春にあって、なんか春髪の毛紫になってて可愛かった。まあ、真紫じゃないんだけど、暗髪で光当たったら紫みたいな、めっちゃ可愛かった。ねえ、幕張ね、幕張はあれぶりかな、リアルトーク会ぶりかな、ラスアイのすごい久々で懐かしいってなった。ななみんとお酒ね、飲みたいね。なんだっけ、なんかいっぱい話そうとしたんだよね。そう、なんかラスアイ終わってから、え、この前も話したっけ、なんかラスアイ終わってからすごい2期の子たちと仲良くなって、ね、嬉しいような寂しいような。そう、ハルと会ったよ。かわいいね、ハルってマジで。そう、まだね02で飲んでない。ももなとななみんと早く飲みたいな。確かにこの写真もね、この写真のメンツね、確かにね。しかもさ、奥とみーはさ割とお姉さん組でさ、結構年も離れてるじゃん。なのになんか全然年の差をそんな感じないし、全然話題も合うし楽しくいれるし、幸せだよね、ほんと。よいしょ。でみぽちゃんさ、すごい大人っぽいじゃん。意外と 2,3 個しか離れてないんだよね。びっくりだよね。みぽちゃんすごいね、貫禄あるっていうか、何なんだろう、すごい優しくて大人だし落ち着いてるからさ、なんかみーとか奥とかといい意味で同い年ぐらいなのかなってずっと勝手に思ってたんだけど、全然 2,3 個上ぐらいだったからびっくり。みぽちゃんも仲良くしてくれて嬉しい。このバーベキューの日の夜はみぽちゃん家に泊まって、お昼ぐらいまでみぽちゃん家で寝て帰りました。トリュフもね、めちゃめちゃね可愛くて、安田食堂、そう行きたいの、行きたいんだけどね、なかなか。1月とか2月とかかな、行けるとしたら。ハルルンとあいみょん、高猫のイベントでやって手を打ってた。あ、そうだよね、ファンミだよね、高猫のね。アイルも行きたかったけどタイにいたので行けなかったんですよね。イメージと実年齢が近くて脳内バグるこの写真。確かに一期生は個性が強かった。来年ななみに会っていてほしいな。いつかみていちゃんで歌ってるの見れたらいいな。そうだね、
シモもカリンとかと会ってないか。シモもカリン会ってないな。いや本当にきっかけだよね。夢とも仲良しだし。確かし、この前奥のショールームでも話してたけどさ、我とミーカ、ん？誰だっけ？我と誰だっけ？我ともう一人歌劇団最年長じゃん？6個ぐらい違うんだけどさ、小学校丸々被ってないって思うとさ、結構さ、なんか差を感じるじゃん、歳の。だってさ、結構感じるじゃん、小学校中学校高校被ってないとかって思うと。でも全然そんな感じしないしさ、なんかすごいよね。奥か。そう、最近さ、あれだよね、人の配信の方がよく出てるよね自分の配信もさ、まあ出てるけどさ、出てる、自分の配信はそれ出るか、自分の配信よりも人の配信に出ることの方が多い気がする最近。そうだよね、そうなの。我もね、この前アイリンちゃん遊びに来てよ、一緒に鍋パしようよって誘った。あとこの前オンリーボックスになっちゃんが来てくれてさ、嬉しかった。アイリンまださ、なっちゃんに人見知りしてて、あんまり喋ったことないのね、なっちゃんと。唯一あんまり、だからきっかけ、これきっかけで仲良くなれたらいいな。飲みに行こうよって言った。なっちゃんもね、なんかさ、サプライズでやりたかったらしいんだけどさ、オンリーボックスって左側にその呼ばれたい名前で、右側に LINE で登録してる名前が出るのね。でなっちゃん和田こなつって登録してるからさ、和田こなつってなって、うん、和田こなつなっちゃんって思って、でも左側の名前が山崎夏子みたいなえ、山崎夏子って思って、あ、これはアイリーのこと騙そうと、騙そうとサプライズで来ようとしてるなって思って、バレましたね、バレましたねっていうか分かっちゃいましたね。だから映像回して、なっちゃんって言った。面白かった。呼ばれたい名前だっけ、なんか呼ばれたい名前っていうか、もう一個登録できるやん多分、知らんけど。そう、ニックネーム変えても LINE の名前も出る、2つ出る、アイリーは2つ見れる。だからこの人は LINE の名前こうやって登録してんだなーっていうのは分かる、こっちからは。だからなっちゃん、次誰かのオンリーボックスいるとき、行くときは気をつけてねって。みっぽちゃんマジ痩せたよね、かわいい。みっぽちゃん本当にね、華奢なの、お顔ちっちゃいしね、マジで優しいの、みっぽちゃんって。もうなんか、使っていいよ使っていいよ、打ち止まればみたいな、もうすごいの、すごい優しくて、もう感謝でいっぱいね。人の配信出るときね、言うね山田より喋らないとめちゃくちゃ大人っぽい。そうか、
本名っていうかね、そう見れるよ一応。別によくない、アイリーにバレたところでじゃない、そんなアイリー言いふらさないよ、この人の本名こうやって言うんだってって言いふらさないから大丈夫だよ。もうなんかバレてるしね、大丈夫だよ。今さら遅いってこと。完熟ヴァンパイアさんありがとう、タクさんもありがとう、阪急電鉄さんもありがとうございます。本名それなのにニックネームそれなんだわらって思われてそうで恥ずくない？あー、いや人ってねあんまり人のこと興味ないからね、大丈夫だよ。大丈夫だよ。し、あのそんな見てない気がする。なっちゃんだから、うん、わだこなつってなったけど、この人の本名なんだっけってなるもん。わかん、そんな覚えてないし、見てもないから大丈夫。人のことはあんまり人興味ないってこと。大丈夫だよ、そんな気にしなくても。よいしょ。そう、昔のね、ラスの時はね、電話会フルネームだったしね。確かにこれ誰ってなってたもん、確かに電話会の時は。で、あの繋がって、あーこれあなたなんだっていうくだり結構あったよね。あ、あった。あー見えないな。あー見えないな。最近のうちは大人っぽくなったと思います。ぴょんちゃんも言ってましたよ。本当に嬉しい。早く安田食堂行かなきゃ。第一声苗字さんって呼ばれた。そうね、確かにニックネーム以外ないもんね、そんな知る機会なんてね。興味持ってよ、それな、興味も持つことにする。じゃあ次からのオンリーボックスは、あ、この人本名これなのにニックネームこれなんだ、ドヒヒって思うようにするね。ちゃんと見てみよう。じゃあそんなさ、今まで LINE の登録名気にして見てこなかったけど見てみよう。東京もんさんありがとう。あいみとね、会えてないね最近は、全然会えてないね。なんかさ、みてちゃんと全然会えないのよ、マジでマジで。みてちゃんと全然会えなくて寂しいね。みてちゃん見事に全員違う進路になっちゃったからね、寂しいね。ゼロ二で振り袖写真撮りたいね。本当に撮りたい。でもあいりも振り袖着ないことになった、着ないことになったっていうか、成人式も多分行かないし、なんかうちの中学校同窓会もなくなっちゃったし、ねえ、ピザは前だね。ピザはね、いつだっかな、でも全然前だよ、体育よりも前だから。
1ヶ月以上前。でもね、プリクラ撮ったよ4人で。そういえば見せてないけど、4人でプリクラ撮った、初めて。集まりたいね、本当に。確かにね、4人セットはね。振袖着たかったな、でもちょっとだけ。え、そうなの。あいみもさ、ニアジュイ、ん？ニアジュイさんだし、春ももう大学生だし、って考えたら、なんか、乗せてもいいのかなって思って、どこにも乗せてないけど、そういえば撮ったんだよ、4人で。心もね、もう普通に大学生でしょ？だから乗せてもいいのかなって分かんなくて、結局乗せてないけど、割と言ってないだけで結構メンバーと遊んでる気がする。振り袖着たいんだよな。でもね、この前台湾でニアジュイさん見たけど、あよしろパフォーマンスしてた。シンマナとかマナティとかはあった？あってないね。振袖めちゃくちゃ似合うだろうな。振袖ね、アイリーってどちらかというと和な方の顔じゃん。だから和服とか好きだからさ、着たい気持ちは山々だけれども、って感じ。前撮りもしたいけどね、もう確実に間に合わないからね、って感じ。成人式も同窓会があるなら行こっかなって感じだったけど、あと振り袖次第だったけど、同窓会がさ、なんかさ、 LINE のグループで 100人以上いるのにさ、同窓会参加するのが10人ちょっとでさ、人数少なすぎてできませんみたいな、できませんっていうか今回はやめときますみたいな感じから LINE 来て、感じでなくなったのね。前に出席出してなかったから行くか分かんなかったけど、そう、しかもなんか中学の同窓会ってね、高校とかならさ、まあ、3年ぶりとかだからさ、まあ、2、3年ぶりとかだから、まあまださ面識あるけどさ、中学のメンバーマジでさ、 LINE 見てもえこれ誰みたいな人しかいなくて、本当に本当にみんな集まったところでさ、ちょっと気まずそうくない？中学の同窓会って行った？え、そうなの、少ないよね。え、そう、中学の方が夏いからやりたいけど、でもあり、かといって友達もいなかったし、別にし、多分顔見ても名前が出てこないし、卒業アルバム見て復習しとかないとマジで分かんない。多分なんかさ、先生とか来るならさ楽しそうじゃない？あり、マジで会いたい先生がいて、高
高校とかこの前まであったやつし、そうなの、あいり高校行ってないからさ、中学しか、中学か、まあ小学校、小学校はさすがにないか、中学か小学校しかないからさ、別に仲良くなかったやつが慣れ慣れしく話しかけてきて面白かったよおもろそう、なんかちょっとウケる。社会のおじいちゃん先生でしたっけ。え、なに社会のおじいちゃん先生って、社会のおじいちゃん先生誰。あ、社会のおじいちゃん先生理科かな。え、理科のおじいちゃん先生さ、なんか定年退職して今パン屋さんやってるらしい。え、行きたくない。ハリーの好きな先生は中学 2,3 年生の頃に担任だった英語の先生なんだけど、すごい昭和顔なの。昭和顔っていうか、すごいパーマかけてんのかな、なんかすごいね、なんか昭和の教師って感じで、熱血っていうか、熱血ではないな、なんて言うんだろう、もう合唱大会とか体育祭とか絶対勝つぞみたいなクラス、楽しかったな。そう、先生に会いたい。そう、パン屋さんやってるらしい。クラスの端っこにいたタイプだったっけ。アイリはどんなタイプだったんだろう、わかんない。なんか教室の端っこの方で読書してた系女子。いやでも仲のいい子がいて、でもあんまそもそも学校に行ってなかったから、覚えてない。なんかあり記憶消してっちゃうんだよね。中学のなんかさ、エピソードトークとかマジで苦手なタイプで本当に覚えてないんだよね。え、でもなんか掃除時間とかめっちゃ楽しかった覚えあるけどな、わかんない。なんかさ、小学校の頃さ、体育館のトイレ掃除一時期やってて、それがめっちゃ楽しかった思い出があるんだよね楽しかった。小学校って同窓会とかないのかな。てか結婚してる人とか何人かはいそう。ああ、いるね、子供いる子何人かいるもん。ななみの地元ライブで先生や生徒から花束もらってた。素敵やん、何それ、いいな。いや、トイレ掃除楽しいっていうか、体育館の掃除って先生が見回りに来ないのよ、あんまり遠いから離れてるから。で、好き放題できてたから、でちゃんと掃除してたわけじゃなくて遊べてたから楽しかったっていう記憶。中学の記憶なんだろうな。中学校はでも音楽の先生が小さな恋の歌がめちゃめちゃ好きで、 1,2 年生ぐらいまで音楽の先生やっててくれた先生がいて、その先生、ママが中学校通ってた時も音楽の先生してて、同じ先生に音楽を教わってたんだけど、その先生が小さな恋の歌好きで、いつも音楽の授業中に、あ、音楽の授業始まって一発目に小さな声の歌を歌うっていうルーティンがあって、それがめっちゃ楽しかったな。なんか青春だった。だから小さな声の歌ってアイリーの中ですごい思い出の曲っていうか、青春といえばこの曲って感じの曲かも。部活動はアイリー創作部っていうのに入ってたんだけど、全然行ってなかったね。幽霊部員でした。創作部っていうのはなんか何、文化系な、なんていうの、絵描いたり物作ったり美術系の
部活なんだけど全然行ってないね。ほんと 1,2 回ぐらいしか行ったことないかも。創作、何かを作るみたいな、うん、美術部みたいな感じかな。アニアトリさんありがとう、氷さんもありがとう、ヒーター Thank you ね。東京モンさんも完熟ヴァンパイアさんもタクさんもありがとう。言ったっけね、完熟ヴァンパイアさんまた顔出しするときにお礼するね。アイリー忘れてないからね、ありがとうね。ほんと今日顔出せなくてごめんね。そうね、中学も楽しかったよ、めちゃめちゃ。あんま行ってなかったけど。あらあら、やっぱでも思い出って美化されるからさ、すごい今は楽しい記憶としてしまってあるけど、当時はそんな楽しくなかったね。でも今思い返すと楽しかったんだよね、すごい。何なんだろうね。中学の時からアイドルしてたね。まあアイドルっていうか地元で地下アイドルみたいな、地下アイドルですね。だからさ、すごい学校っていうものに執着があって、あれ高校行ってないからさ余計そう思うんだけどさ、マジで制服着て学校通ってる子とか見たら、もうその瞬間には歳を取ると戻れないから今を精一杯楽しんでくれっていう気持ちにめちゃめちゃなる。本当にさ、たまにめちゃめちゃ戻りたくなるんよ、学生時代に。なんかさ、プール、水泳の授業とか嫌いだったけどさ、水泳の授業の後のなんか匂い、めちゃめちゃ眠くなりながらする水泳の授業の後の数学とか国語とか理科とか、なんかあの時のあの空間にはもう一生戻れないんだなって思うと寂しい気持ちになる。ラストアイドルが学校みたいだった。まあそうだね。まだ見てんの、踊ってみた動画で制服着た時とか嬉しかった。うん、嬉しかった。なんか制服とか着れるの嬉しいし、なんかラスアイ学園の撮影とか、あと大人サバイバーとか、学校でロケする、学校で撮影するやつとか結構めちゃめちゃ興奮してたね。だからすごい学園ドラマ出たいなって最近めちゃめちゃ思うんだよね。学園ドラマとかすごい憧れる。プールサボってそう。あープールね、サボってたね。やはりプールの授業受けたことないかも、中学一回も。リクはありがとう、ケンワンさんもありがとう。ラスア学園楽しかった。水泳の授業は小学校までで終わったんやけど。へえ、なんで中学なかったの。制服でチャリこぐ姿は学生って感じよね。ね、本当に荷台のところにさ、あの教科書いっぱい入ったバッグをこう置いて、なんか縄みたいなのでこう縛って行ってたわ、ちょっとだけだけど。出てほしい。歌劇団も一応制服か。そうだから歌劇団もさ、すごい花組とかあるやん、2年生とか。だからすごいね、嬉しいんだよね今、なんか遅れた青春って感じ。楽しいよ、先輩とか図書委員とか、なんかそういう響きだけでもすごいワクワクする。受けたことない、熱すぎる。そう、受けたことないね。プール更衣室が汚くて嫌いだった。えアイリーもあのさ、更衣室のさ、更衣室足べちょってつけれなくない？足もうなんかひょいってなる。
学校の渡り廊下で練習する吹奏楽部のかっこよさが学生の醍醐味。確かに吹奏楽部ってかっこいいよね。もうめっちゃ朝早くからさ吹いてるじゃん。すごいよね、演奏しててマジかっこいいよね。あれ吹奏楽部めちゃくちゃ憧れてた。吹奏楽部かバスケ部に入りたかった本当は。でも吹奏楽部の朝は早いよな。愛理には無理だ。そう、濡れてるの嫌だ。しかもなんかぬめってるしね、ゴミが結構あるしね。極力最小限の面積で歩くっていう。中学バスケ部でした。あざす。バスケ部いいな。バスケ部ってかっけえよな。ちょっと部活してたら西部の演奏聞こえて頑張れた。いいね、青春だね。吹奏楽部やるなら楽器は？何でもいいな。何がある？ドラム、ドラムとかある？ドラムないか。うちの部活はなかったわ。なんかトランペット、何でもいいかも。吹奏楽部ってなんで体育会行けないのな。ストイックだよね。アイリちゃん金槌なんだっけ。そう、金槌。マジで泳げない。ステラマリーナ女学園は卒業してね。そしたら高卒よ。そうだね、ステラマリーナ女学園卒業できるかな。うちら不純に目覚めちゃったから退学させられることもなくない？どう？頑張るね、ステラマリーナ女学園卒業できるように。トランペットのソロ奏者がモテモテやったわ。へえ。中高ずっとテニスやってた。あ、テニス部も楽しそうだったわ、確かに。俺も中学バスケ部だった。フルート。高校バスケ部キャプテンでした。かっけえ。キャプテン。高校弓道部だったんだけど山本愛理弓道似合いそう。あー似合うよ、似合うよとか言って。なんかさ、いつからさ、のさ生写真弓道着なかった？弓道着っていうの、弓道のあれなかったかな。似合ってた気がする、我ながら。どう？アイリアクラリネットだな。アイリアフルート似合いそう。え、何？クラリネットもフルートも分かんないや。アイリちゃんは金槌、つまり悪魔の実の能力者なんやな。ちょっとフルート調べよう。クラリネットって何？調べよう。ほん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 。フルート？フルート？フルートもクラリネットも一緒？ビジュアルに似てない？このフルートもクラリネットも。わかんないや、あり楽器詳しくないからわかんないや。ソロでオーボエ吹いてそう。え、何？ソロでオーボエ、オーボエって何？あのでかいやつ？オーボエ。あーね、オーボエを吹いてますっていう T シャツあるやん。 iPhone ケースもあるやん。巾着もあるやん。かわいい。フルートは金属でできてるけど木管楽器なのよ。クラは木管楽器だよ。木管楽器と金管楽器があるでよ。あ、茶道ね。茶道めっちゃ憧れる。ちょっと待って。あ、なんだ、なんでもない。なんでもない。すみません。興奮してしまいました。
笛吹けるなら実質ピッコロ吹いてるようなもんよ。え、茶道さ、茶道いいよね。茶道いいね。うわ、アイリー生まれ変わったら茶道部になる。茶道部員になる。あとさ、なんかカルタ、ちはやふるの、なんかやっぱアイリー和って感じのやつがいいな。弓道とか、え、違う、茶道で興奮したんじゃないよアイリー今。興奮しないでね。興奮し、勘違いしないでね。今茶道で興奮したわけじゃないから。あ、剣道は嫌だ。ちょっとね、アイリーそんな根性ない。フェンシング、あ、フェンシングね、確かにアイリーああいう動き得意かもね。おこと、なんかさ、やったわ。なんか中学か小学、え、なんでさ、中学って中学っていうのにさ、小学校って小学って言わないんだろう。小学校、中学か小学校の時にやったわ、おこと。なんか体験したわ。フェンシングなめんな。え、フェンシング、アイリーああいう動き得意なんだよね。得意なんだよね。あ、書道ね、字上手い人ってマジでいいよね。アイリー字上手いだけで人のこと好きになっちゃうもん。でも書道はアイリー向いてないな。おことは、あの、本当に1時間だけやっただけ、授業でやっただけだから全然できない。正座して折り紙折るのうまそう。とんだ偏見やな、アイリー。正座、うん、まあ確かにね、そうかもね。あながち間違いではない。フェンシングの絵文字可愛くね、これタイトルにしよう。へえ、でも部活動とかさ、真剣にやってればよかったなって後悔するよね、やっぱ。だから今学生の子が今見てるからわからないけれども、ぜひ学生生活を存分に楽しんでほしい。本当に本当に本当に思う。学生生活って本当に今しかないからね。本当に楽しんでほしいし、たくさん恋愛をしてほしいね。やっぱさ、学校ってさ、理由もなく好きな人に会えるじゃんか。よくない？なんかやっぱさ、社会人になったらさ、理由をつけないと会いに行けないけどさ、学校って無条件にさ、好きな人にも友達にも会えるし、なんか学校っていいよね、すごい思う。学生生活ってマジでキラキラしてる。数年後に思い出して、ああ戻りたいなってきっと思うと思うから、ぜひ今を存分に楽しんでほしいと思う。まあそうやって言ってる今、もう本当に今、この今、2022年11月1日にも数年後戻りたいなって思う時が来るんだろうね。だから結論、今を楽しもうってこと。もう2022年終わっちゃうけどね、本当に今を、本当1秒1秒もう今を楽しもうっていう気持ち、とても今みーちゃんのおでこ、あ、本当だね、なんかみーちゃんのこういうファッションみたいだね。あ、違う学校に好きな人いるから会えない。確かにそうね。でもさ、タコ、タコいいじゃん。あ、確かにね、確かに無条件に会うことはできないね。でもいいじゃん、学校終わりにさ、会おうよって、イオンとか行っちゃいなよ。いいな、アイリー、アイリーの学校すっごい田舎だからさ、なんか学校終わりにマックとか、学校終わりにショッピングモールとかできなかったの。本当にそういうことしてほしい、楽しんでほしい。そう、今日の自分が一番若いの。後悔したってね、今の自分が一番若いんだから、思い立った時に行動しなきゃ。今が一番若いんだから。
明日よりも今日の方が今の方が若いでしょっていう精神で、そう、その時は気づけないの。いや、そうなの、本当に今も気づいてないの、今が一番幸せってことに。そう、田舎のデートはイオンだよ、覚えといて。てかうちイオンも遠いからね、イオンでさえも結構デパートよ、本当に。うちらのデートといえばどこだろう。え、本当に、え、うちらのデートといえばどこ。え、本当にお寺とか神社とか河原。え、でも本当にそのレベルだよ、本当にね、田舎なのうちらのとこ。だからさ、学校帰りに31とかマックとかすごい憧れてた。確かに公園、そうかも、公園ね、確かにそうかもね。フードコートでデュエマでもするの。デュエマって何、対戦。デュエマって何。あー、分からんね、すみませんね。田んぼ巡り、それちょっと舐めすぎじゃない。夢タウンも結構かかるわ。学校山の中だったからみんな下山デートは下山だった、下校デートは下山だった。おもろ、下山。あ、映画ね、映画は確かに、そうね、映画館、そうね、映画ってブランドよね、別に喋んなくていいしね。お城、あ、帰り道を一緒に帰るだけで嬉しかった。うわー、いいね、そうね、帰り、確かにね、一緒に下校するとかでも幸せだよね。デュエマカードゲーム、ジェネギャ。地元は俺が卒業してからマックとかできて虚しかったわ。あー、確かに、確かにそうだよね。最近になって栄えてきたとか全然あるよね、マックとか。わかるわ。学校帰りは自転車ダッシュしてた、青春だね。でもアイリさ、まあチャリ通だったんだけどさ、チャリってヘルメットかぶらなきゃじゃん。アイリもその時から前髪命の子だったからさ、しかもすっごい汗かくのよ、チャリこいだら。でヘルメットかぶんなきゃで、前髪がもう一瞬にして崩れるじゃん。もうそれが嫌すぎて無理だった。律儀にヘルメット被ってる子一人もいなかった。うちんとこ全員律儀に被ってたよ。地方ギャ？ヘルメットのルールなかった？ガチ？被ったことない？ガチ？ヘルメット被らなくない？ガチ？え、それって高校じゃなくて？中学の時被るくない？田舎は被る率高いと思う。え、そうだよね、アイリンとこちゃんとみんな被ってたよ。うちは不良でも被ってた。え、だよね、うちんとこもそうだよ。へえ、ヘルメット被るルールなかった、ガチか。いいなぁ、すごいな。やっぱそうやって地域によって違うんだね。
ヘルメットかぶる不良かわいいえ、多分かぶってた気がするけどな。え、ヘルメットかぶったらさ、だってぺっちゃんこになるじゃん。ぺっちゃんこになった前髪がさらにそのヘルメットの中のあのムンムンとチャリの厚さで、運動の厚さでもうびっちょびちょだし、ぺったんこだしみたいな。一クラス30人ぐらいじゃない？一クラス30人が4クラスあった、うちの学校は。ヘルメットの傾き具合でダサいとかあった気がする。チャリ通じゃないから覚えてないけど。ヘルメットの傾き具合でダサい。あー、あー、なんかあった気がするわ。わかんないけど。なんか後ろ目にかぶるみたいなね。なんかあった気がする。アイリー1年3組、2年4組、3年4組でした。ハンドルをめちゃくちゃ曲げる不良とかいた？え、いなかった。そんなゴリゴリな不良は。調理実習で楽しかった思い出とかはある？調理実習、覚えてない。調理実習なんてしたっけ？マジで中学の記憶ないんだよね。合唱コンクールはあったよ。アイリーはね、1年生の頃は3月9日歌って、2年生の頃は粉雪歌って、3年生の頃何だったかな、忘れた。過疎すぎて小学校6年間クラス変わらなかったから、クラスが憧れてた。そんなことあるんだ。でもすごい絆深まりそうじゃない？クラス替えとか懐かしい。席替えとか、うわ、席替えして、何、席替えとかめっちゃいいやん。うわ、席替え、うわ、いいな。席替え、クラス替え、ドキドキだよね。クラス替えの日の朝とか、うわ、席替え、うわ、席替えのドキドキ感味わいて、うわ、いいな。好きな人と同じクラスとかだったらもうドキドキやん。ドキドキバックバックやんな。いいな。席替えで好きな子の近くになった時の喜び、もう一回やりたい。いいな、いいな、いいな。ハートはね、アイリー何だったかな、忘れちゃった。アルトもソプラノもなんか何でもやった気がする。あのドキドキって特別よね。そうだよね。もう一生あのドキドキを味わうことがないと思うと、なんかむらしくなる。成績ワースト5人まで確定で最善だった。何そのルール、すげえ。
アイリーね、でも一番前の席が良かったな。逆に一番前か一番後ろから2番目とかそこら辺の席が好きだった。席替えやろうや、やるか。え、席替えくじ引きだったのみんな。え、なんだっけ席替え、うちらさ勝手に先生に決められてた気がする。え、席替えってどうやってやってたっけ。席替え、そう、アイリーさ目悪いからさ、なんか前にやられてた気がする。山本さん目悪いからって前の方になったことある気がする。え、席替えってくじ引きなの、めっちゃいいやん。アイリーくじ引きで席替えしたことないかも。え、え、くじ引き先生が勝手に決めてなかった、あれ聞いてみよう中学校の時の子に。席替えくじ引きじゃなかった気がする。え、いいね、席替えくじ引きってめっちゃ楽しいね。真ん中の列の真ん中らへんの席で四方八方話す人いる席が良かった。いいな。中1の頃とかはさ手紙回してたわ。急に席がどうやってたっけって友達から連絡来るのウケる。連絡してみよう、連絡してみようと。好きな人の前の席だと恥ずかしくて振り返らないのとずっと見られてる感がたまらんかった。うわーいいなー、プリント渡すときさ後ろに向かって入ってやるのとか、うわーめっちゃ気合い入れて回す後ろに。いいなーいいなーいいなー、ポニーテールとかしていってうなじとか見せつけたいな。うわいいな、好きな人、え、好きな人にどこいてほしい席替え。アイリー左斜め前とかがいいな、好きな人が左斜め前にいるのがいい。通路挟んで、通路挟んで左斜め前とかがいい。え、一番アイリーが例えば一番右の列の2人席の左側で通路挟んで好きな人が左前とかがよくない。それだったらさ黒板見るふりしてさ好きな人もさ視界に入るくない。自分よりさ後ろの、 あの黒板側じゃない方にいたらさ振り返れないと見れないけどさ斜め前だったら視界に入るやんか、頑張れない。どう、いいな、もうその時々味わえないんだよねうちらって。もっと噛み締めとけばよかったな学生時代。結局横が思考、横、まあね、まあ確かに。え、でもさ中学の時とかってさあれやん、多分さ、え、うちのところだけかもしれないけどさ給食食べる時さ班になるじゃん。だからさ横の人と真正面になるわけよ、こうなるから班机になって横の人が真正面に来るから、アイリーマジでさ好きな人の前でご飯とか食べるの無理なの。マジであの知らない人っていうか心開いてない人の前でご飯食べれないのよ。だから横だときついかも給食の時。だから給食は離れてたいな。わがまま。でもさ班同じがいいよね。あ、同じ班の前後の右左みたいな感じがいいな。え、同じ班がいいな。じゃあ掃除とか一緒にできるしね。うわいいな。
なんか勝手に楽しくなっちゃってすいませんね。確かに斜め前でも、え、でも真正面よりかはマシかも。やだな、どうしたらいいの。じゃあどこがベスポジなんだろう、好きな人との席の関係性って。うわ、わかんない。出席番号近いのも良き。あ、確かにね、確かにね、出席番号愛理さ嫌だからさ、もう一番後ろらへんだったの。もう一番後ろらへんってさ、あれなの、男子の方が少ないやんか。だからなんかいつも余ってた気がする。わかる？へえ、ご飯食べるときは席自由だった。そうなんだ。まあ学校によるよね、なんかそういうところは。前後が理想じゃね。給食で班にした時隣になるし、まあね、隣だったらギリだね。でも前後なら好きな人の後ろがいいな。エリ、好きな人が逆に後ろにいたら無理だわ。気張って無理。昼の放送のために放送室行ってたの思い出した、懐かしい。あー、放送ね、放送ね、放送委員とかあったよね、懐かしい。アイリ委員会なんだったっけ、忘れちゃった。アイリ委員会なんだったっけ、忘れちゃった同じこと2回言った。教科書一緒に見るのとかもう一回やらせてほしい。あー、懐かしい。教科書忘れちゃって借りに行ったりとかしてたな、違うクラスに。いいね、学生ってなんかその時にしかない楽しみって感じ。でも今は今しかない楽しみもあるしね、みんな今を楽しもうぜ。保健委員、あ、保健委員、え、なんだったっけ、アイリ委員会忘れちゃった。なんか入ってなかった、入ってないなんて選択肢ある？入ってなかった気もしなくもない。え、朝読書懐かしい。朝活してたね、確かに。朝読書ね、やってたわ。体育なのに体操着忘れて隣のクラスの友達の使用済み体操着借りたのとか思い出して打つえ、ねえ、体操服とか好きな人に借りたくない？うわ、男子が女子に借りるのはさちょっとあれだけどさ、女子が男子に体操着借りるのとかめっちゃありじゃない？ちょっと大きいの、え、かわいい。ねえ、わざと体操服忘れるまである。で後日自分の匂いにして返す、で思い出してもらう。どう？臭かったら、あ、臭い、臭かったら嫌だね。体操服ちょっと冷めるね。え、そうそう、上着ぐらいならね、冬の。夏は嫌だね、あの冬の、あの上のジャージ、ズボンは自分の、上だけちょ忘れちゃったって。夏は嫌よ、さすがにね。うわ、いいな、ちょっとやりたいね。やるか、みんなで。あ、付き合ってるのもいいね。付き合ってたらもう堂々と借りれるしね。うわー、ムカついてきた。いいな。え、本当にさ、学校って楽しいんだよ。本当に楽しいんだよ。ステラマリナ女学園体育なさそくない？授業で絶対ないでしょ。水泳とか絶対なさそくないあるんかな。そう、名前とかでちょっとバレちゃう。いいじゃん、友達にさ、え、それ何々こんのじゃんみたいな、そうなの、ちょっと借りたのみたいないいやん、
いいやん、やりたい。うわイライラする。いいな。自分が壁側の席なら黒板見るときに横目で見たり、教科書忘れたときにその子にだけ頼める理由になる。そうだよね、教科書見してっていいよね。ノート写させてとかね、いいな。マイケルさんありがとう。まあそんな感じ。もう12時半、もう1時間半も喋ってる一人で、びっくり。じゃあそろそろ終わろうかな。妄想もいい感じに膨らんできたところで、なんかこれ以上妄想するとなんかキモいんで、そろそろ終わりたいと思います。明日もね、どうしよう、明日もお昼ぐらいに配信するかも。お昼前からお昼ぐらいにかけて配信するかもしれないので、みんながお昼休憩の時間とかにしようかな。明日あれだもんね、平日だもんね。明日もお昼休憩の時間帯ぐらいにしたいと思いますね。サッカー見る、今日起きれたらね。3時間半後だね。いつも通りでしたよ。寝てサッカー見ましょう。そうだね、妄想可愛かった、妄想楽しかった。じゃあまたみんな一緒に妄想しようね、戻れないあの頃の妄想を。それでは13位から、13位リゾートダイバーさん、12位アイカリンちゃん、11位カンタ、10位、なんて読むのこの人、坂富さん、46さん、9位リキーマウス、8位プルプルさん、7位鈴鹿さん、6位 BO さん、5位ラビナオさん、4位コアラさん、3位ケンワンさん、2位コオリさん、1位ゴリニャン。ありがとう、ありがとうございました。こんな平日の夜遅くまで付き合っていただいて、こんなつまんない妄想話に付き合っていただいてありがとうございました。気象妄想おじおばしような。そうだね、またみんなでしようね。うちらは仲間だからね。もうあの頃には戻れない仲間だから、仲間。じゃあ明日のお昼に会いましょう。ちょっと起きれたらね、髪伸びるの早い仲間。そうだね、髪伸びる人って変態なんだよ、仲間。ということで皆さん、明日のお昼に会いましょう。起きれたら、私が起きれたら、あのお昼ぐらいに配信するかと思いますので、もう本当に何も音沙汰なかったら、あ、アイリちゃん寝てるんだなって思ってください。よろしくお願いします。マイケルさんありがとう。それじゃあ終わりたいと思います。おやすみなさい、ありがとう。4時に起きてサッカー見れる人は見ましょうね。じゃあね、ありがとうございました。バイバーイ。